怪人。俺は逃げる。怪人はお前らで何とかしとけよな。アバよ。おい。小粒ばかりだな。武術界も落ちたものだ。怪人になれ。プロヒーローの俺たちが相手だ。さすがヒーローだ。やっつけてくれ。俺は怪人協会から来た豪傑ってんだが。まさかスーパーファイト初代王者。しかし彼は数年前怪人に殺されたはず。それがなぜ。だが奴らは協力を申し出た。怪人になれば人間のままでは越えられねえ限界という壁を打ち砕くことができる。お前らに渡すものがある。その怪人細胞を食え。怪人協会、お前たち目的は何だ。ただ破壊し殺戮するだけか。選べ、死ぬか怪人になるか。おいやめとけ。こいつはすごいぞ。すげえ怪力になってる。人類最高の遺伝子を持つ私なら究極の力に目覚めるはず。身体機能の向上だけでなく精神のタガが外れていくのを感じ、これならあの男も確実に殺せる。ほら残りのカスどももさっさと食え。命だけは。ここ強いな。決勝戦のストレスをここで発散しちゃうぞ。ほう、この状況で逆らうやつがいたか。違うよ、俺の楽しい人生にはお前らが。決めた。私の選別に合格した者だけで世界を組み立て直る。何？冷凍深呼吸。久しぶりに血を流したな。いやーすごいね、怪人化って。それは強い奴が好きに暴れ殺し自由を満喫できる血と暴力の世界。どんな世界でも自分が楽しく過ごせるなら問題はないか。じゃあ死ね。どうした、もう終わりか。立て、3秒以内だ。3。ほら、どうした。